ると思うんだけど12月30日に来てたんだよね、うん、毎年の恒例でお母さんが一人だから年末年始はここというのがうちなんだよね、うん、12月30日来たで31日ゆっくりして1日で揺れた、一発目揺れたんだよ、揺れてうわって言ってみんなしゃがめって言って家のもの結構来たわけで、数秒後におまた来たって言ったらとんでもなかったんだよね、もうわちゃーってあのダイニングテーブルあるじゃん、うん、あれ1メーターぐらいうわしゃーって動いた、うん、で食器棚が全部戸棚が開いて全部落っこってきちゃって、でとりあえず収まった、とりあえず行くぞ逃げるぞっつって、でもガラスとかすごくて、うん、でもう気をつけてっつって逃げる、みんなで小丸山の10メーターの高台に逃げてって、うん、でそこで3時間から4時間いたのかな、で4時じゃん、でやっぱね6時過ぎたらそんないいわけさ、うん、その間に30分おきに5強の余震がすごいわけ、うんうん、で小丸山地響きするわけよ、で7時半ぐらいまでいて、したら駅前の方に場所を市が開放するっていうことで、うん、みんなそっち行ったんだけど、うん、俺らも行こうって言って行ったら犬がダメだ、うん、俺4頭犬が、うん、で入り口のところしかもうそんなの寒いわけよ、うん、でももう無理だっていうことでもう俺らはいいと、幸いのことに新しい家だし大丈夫だから電気ついたの確認したわけ、電気通ってんなっていうことでもう俺は帰るぞと、暖は取れると、で揺れたらまた高台に逃げようということで帰って、うん、もうそっからね2時間おきに震度5がずっと続くから寝られないわけよ、で枕元に靴とリュックとかを全部置いて、で揺れるたびにみんなこう着替えて大丈夫だっつって、またでまた1時間ちょっとしたら揺れてまた着、その繰り返し、うん、2日になって食い物水がねえって始まって、うん、で3日自衛隊が入ってきて、で水とご飯が家族に1箱ずつ配給、これでなんとか贅沢しなきゃ飯はいけるな、町会長に、ね、相談をして、こっからは企業として何かしたいと言ったら、飯と要は飲み食いはなんとかなるのは、ま、もう間違いないっすねって言ったらもう大丈夫だと言った時に、それ以外だったら何が町の人も含め嬉しいですかねって言ったら、やっぱ建物の損壊がひどいっていうところでは、本番の雪の前になんとか雨じまいして家財を守りたいと、うん、っていうので、ブルーシートはあるけど上がれない、どうしようっていうことで、じゃあ俺らチーム2チームこっちに来れれば屋根少なからずもできますねっていうんで、それできたらありがたいな、であともう一つは水のインフラないから、やっぱ風呂入れたらいいっすねなんていう話で、夢やなぁ本当とかっていう、うん、夢やなぁっていうのを俺よく覚えていて、だったらやるかというんで仮設の風呂をみんなに相談して、うん、っていうことで、この2つをじゃあ俺らは信じてやろうっていうことをみんなに相談して、うん、これに至って、今回の私の、被災地での、更新作業のメインは、屋根の、補修工事となっております。その中で屋根の、状況は、瓦が崩れる、屋根が大破するといった形で大変、危険な、危険を伴う作業、を行っています。その中で、被災者の方から、ありがとう、本当に助かったと温かい言葉をかけていただくことが励みになって、作業の方を、続けられるような、形になっております。
引き続き一日も早く、復興していただけるように、心ばかりながら、作業の方を進めていければなと思っております。まあ、今回、社長の一面もあってやっぱ来たんですけど、でやっぱそれでもやっぱ私もあんまり社会貢献あんまりしてこなかったんで、でやっぱやってみるとやっぱ大変なんですが、やっぱね、やっぱ皆さんのね嬉しそうな顔を見るとやっぱりね、やっぱ楽しいですよね、やっぱり。まあそんな感じで一応やらさせていただいてます。はい。